エクストリームネットワークスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州産のゼ日本社を置く、アメリカのネットワーク企業である。エクストリームネットワークスは、有線・無線のネットワークインフラ機器の設計、開発、製造を行うとともに、ネットワーク管理、ポリシー、分析、セキュリティ、アクセスコントロールなどのソフトウェアの開発も行い、ナスダックに上場している。 米国本社100%出資の日本法人、エクストリームネットワークス株式会社は、東京都千代田区に本社を置いている。エクストリームネットワークスは、ゴードン・スティット、ハーブ・シュナイダー、スティーブン・ハディックによって1996年に、米国カリフォルニア州で設立された。最初のオフィスは、クパチーノにあり、その後サンタクララ、サンノゼに移転した。初期の投資家には、 ノーウエストベンチャーパートナーズ、AVI キャピタルマネジメント、トリニティベンチャーズ、クライナーパーキンス・コーフィールド,アンドバイヤーズなどがなお、連ねた。ゴードン・スティットは共同設立者であり、2006年8月まで最高経営責任者を務め、その後取締役会の会長に就任。一連の歴史的及び現代的な M&A 活動を通じて、エクストリームネットワークスは、 以下のの企業業ネットワークに特化した業界系統を受け継ぐデジタル、チャントリー、シーメンス、ケブルトラン、エンテロシス、エアディフェンス、シンボル、モトローラ、ゼブラ、ウェルフリート、シノプティックス、ベイネットワークス、ノルテルネットワークス、アバヤ、ビスタポイント、スタックストーム、ファウンドリーネットワークス、ブロケード、エアロハイブネットワークス、 エクストリームは統合後は10億米ドル規模の年間収益を上げ、企業ネットワーク企業のトップ3に入ると主張している。また、業界評論家のゼウス・キャラバラ氏は、より大きく、より収益性の高いエクストリームは、研究開発に投資する資金を増やし、さらなるイノベーションを促進するだろうと述べている。エクストリームネットワークスの製品ラインである、エクストリームアプリケーションズ、 エクストリームワイヤレス、エクストリームスイッチング、エクストリーミラウティングはデータセンター、キャンパス、エッジの各分野で利用可能である。エクストリームのサービスにはプロフェッショナルサービス、プレミアサービス、メンテナンスサービス、マネージドサービスに加えて100%インハウスで実施するサポートサービスがある。エクストリームネットワークスは2002年に 最初の1 0ギガビットイーサネット製品を発表し、モジュール式のブラックダイエモンド6 8 0 0イーサネットスイッチで利用可能となった。2014年、エクストリームネットワークスはネットワークを活用したアプリケーションアナリティクス、エクストリマナリティクスを発表し、ビジネスパフォーマンスの向上を実現。2017年、そしてアバヤのネットワーク事業統合に伴い、 エクストリームネットワークスは、強化された IEE802.1A9、小テストパスブリッジングと IETF6329 をベースにした標準ベースのファブリック技術である、エクストリームファブリックコネクトを発表した。エクストリームファブリックコネクトは、数十年にわたるイーサネットと、イズイズの経験を組み合わせ、イーサネットの長所と IP の長所を組み合わせた。 次世代技術を提供している。2019年1月、エクストリームネットワークスは AI を搭載した 802.11X アクセスポイントとマルチレートスイッチをあらゆる業界の企業に提供した。2019年2月、エクストリームネットワークスは組織が保護されていない IoT デバイスやネットワークエンドポイントを保護するためのシンプルなセキュリティソリューションである。 エクストリームディフェンダー 4IoT を展開開始した。ディフェンダー 4IoT はあらゆるネットワークに導入することができ、スタッフはこれを使用して有線および無線の IoT デバイスをサイバー攻撃から隔離、保護することができる。2019年10月、エクストリームネットワークスはエアロハイブネットワークスの買収により、クラウドベースのエンタープライズネットワーク、 管理アプリケーションであるエクストリーミクラウド IQ をポートフォリオに発表した。2020年6月エクストリーミクラウド IQ はすべての主要なクラウドプロバイダーで利用可能。市場で唯一の第4世代クラウドプラットフォームとなりデータ無制限の提供が可能となった。エクストリーミクラウド IQ は CRN 市の2020年のネットワーキング プロダクトオブザイヤー賞に選ばれた。2019年10月下旬、エクストリームネットワークスは、エッジからデータセンターまでのすべての新しい、エクストリームハードウェア製品を支えるブロードコムの、ネットワーキングチップセットとプログラマブルシリコンを、選択。ブロードコムのスイッチ IC のトライデントファミリーは、エクストリームスイッチングテクノロジーに組み込まれており、大手ハイパースケールクラウドプロバイダーが、 活用しているのと同じ遠隔測定機能を企業にもたらした。2020年9月、エクストリームはエンタープライズクラスのスイッチングとワイヤレスインフラのためのユニバーサルプラットフォームを発表。ユニバーサルプラットフォームのエンドユーザーは同じハードウェアを使用して複数のエクストリームオペレーティングシステムを実行することができ、柔軟性と選択肢を提供するとともに、 総所有コストを最適化することができる。2020年10月、エクストリームネットワークスは、Bluetooth と BLE の侵入防止と Wi-Fi セキュリティを単一の無線侵入防止システム、エクストリームエアディフェンスで提供する最初のネットワークベンダーとなった。製品の購入は一時代理店以外にもシステムインテグレーター、ネットワークインテグレーターなどから購入することも、 可能である。アブネット株式会社、丸紅情報システムズ株式会社株式会社、参考 IB、シネックスジャパン、株式会社東京エレクトロンデバイス株式会社、株式会社、テリロジー東中テクノソリューションズ株式会社、三井情報株式会社ネットワンシステムズ株式会社日商エレクトロニクス株式会社。ありがとうございます。